心に電飾をまとい、キックボードで失踪する男性の目撃情報が相次いでいる。男性は曲を流し、夜な夜な国道58号や繁華街などを一人エレクトリカルパレード状態で駆け抜ける。男性の名はハームおじさん、氏名は非公開で、その名の通り歯が数本ない。ハームだけどソーセージ食えるんすか？食える食える食える。経営する読谷村の全財屋をアピールする目的の傍ら、夜間徘徊する少年らに声かけをするなど、青少年の健全育成にも取り組みながら夜を駆ける。バイバイ。健全育成とか非行にならないようにとかっていうのを考えてる。ちゃんと見守ってやって声かけしたり。そう、もちろん。じゃあ結構早く帰るようなって言ったりもするんですか？もちろん、ね、迷子になってるのとか家出してる人もいるし、アドバイスしてあげてね。男性は宜野湾市でイベント関連の会社を営んでいたが、コロナ禍で業績が悪化、一年発起し全財屋を始めた。全然嫌だけど、全然売ってないよ。今は注文受けて出前とかその最中ですか？いや、やらないよ。出前じゃない。ピカピカ男の宣伝ついでに全財の宣伝してるわけ。ついでに TikTok とかの動画撮りながら弁当を食べて、ピカピカをアピールして、で、あの人何なんだろうってやって、最後に誰かが全財やって気づけば売り上げにつながると考えてやってる。昨年、読谷村比謝橋に店を移し、店名を荒垣全財読谷とした。研究を重ね、溶けにくくふわふわとシャリシャリの食感が楽しめる全財を開発。黒糖は多良間島産 100%、 豆は北海道産と品質にもこだわりが詰まっている。おいしい。どうすか？うん、なんかめっちゃ氷にこの前菜のこの感じですかね。ソースが絡んでめちゃくちゃ美味しいです。ブルーシールのアイスクリームも人気だ。チキンカツ魚フライ。荒垣先生。はい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 。あ、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、今ストーリー撮ってるから待ってよ。はい。で、たまたま新聞の兄さんが来てる。新聞の真ん中で撮ってるカメラだよ。新聞撮ってないようにどんなチェックしようかね。これ写真撮っていいですか？あ、もちろんもちろん。覚えてます？え、前見たの覚えてるよ。ステッカーください。はい、はい。店の味と人柄をより多くの人に認知してもらおうと広告塔になり、早半年。読谷村から出発し、ほぼ毎日6時間近く走り続けた。結果、効果はてきめん。ハームおじさんの SNS を見聞きしたという客が増えた。 SNS のフォロワーはこれまでに1万人を超えていて、顧客は順調に伸びているという。商売、今指くわえてね、黙ってたらうまくいかんし、SNS の世界に入ってしまったんだけど、あれも簡単にうまくいかないんだよね。日々活動していかんと、やっぱ過去の人間になってしまうというのを気づいて、やっぱチヤホヤされたいんだったら何かをしないといかん。今チヤホヤされてますか？はい、なんか今チヤホヤされてさ、気持ちいいよ。快感。じゃあ行ってらっしゃい。